今回は、ボルトと港を比較するととある真実に気づいた読者の反応集を紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。ボルトってナルトにより港によりの再現性ないタイプの天才だよね。平井真の術聞きかじりの情報でほぼ再現してみたまがいもの。正直港よりすげえよ。天才じゃなくてすげえ努力タイプだよ。じゃあもっと真術習得過程を描写してくれ。月一の漫画に無茶を言うナルトだってナルト以外主要描写ほとんどないのに。才能以外の何も与えられなかった男。才能以外を全て失った男だろ。なぜ絶望しない。散々ネタバレ注意、だの北方の横で言ってる奴がいたのと親から確かにど根性忍ぶ伝を受け継いでたから、師匠には恵まれただろ。血筋にも恵まれてる。港にもできなかった属性付き螺旋岩をサクッと習得してるし、ボルトにとっちゃ平井真なんて簡単なもんだろう。マーキングしてても難しいって言ってる。常任3名でやるような術を一人で疑似再現できる天才。天才に過酷な環境と強烈な目的意識と経験豊富かつ天才性も備えた優れた師匠を与えるとどうなる？こうなる。孫が再現した。作者的にもナルトとサスケ以上のキャラにしたいんだろうなって。港も螺旋岩開発してすぐ死ななければ属性付与できるようになってたと思うよ。ダメが必要とはいえ単独平井真できるのは割とマジですげえよ。平井真はもっと自由の利くもんだし。悲しき戦闘マシーン、おかしい平和な時代になったはずなのに。制限ってなんだろ。口寄せしたカエルの視界にない場所には平井真できないとかかな。もともと時空間忍術みたいなの使えたよね。カーマ由来かガン由来か忘れたけど、カーマ使えば時空間移動できるけど理由はわからんが、カーマ使ってない。わしの術だ。開発した螺旋岩派生の方向性にはナルトの血を感じた。今のボルトでカーマも自由に使えたら強すぎるから、なんかデメリットが大きくなってるっぽいね。波風の血と竜が宗家の血と渦巻きの血が入ってて弱いわけないだろ。はそうなんですけどね。波風の血って港が特別なだけじゃね。わからん、言及がなさすぎる。デイダラぐらいわからん。落ちこぼれの父と落ちこぼれの母から生まれた天才。一般家庭から根性で這い上がる人が何人かおるじゃろ。逆にメリットになるはずのカーマ使っても乾きは足を引っ張るし、修行してないっぽいし仕方ないね。両親からの遺伝的な長所はほとんどないか、す玉眼はもしかしたら開眼する可能性はあるが、一部最後に描写したろ。上眼はアカデミー編で大活躍したからもっとアニメ見ろ。影分身も使ってないから変にチャクラは減らせないんだろうね。あとは爪に対して対処できないから爪消せる乾きが協力してくれると便利。何より怖いのはメンタルが頑強すぎるナルトだって、もうちょっと傷ついたり悩んだりしたぞ。伝統的な強強血筋に外部の天才を混ぜると主人公が生まれる。落ちこぼれの両親から諦めねえど根性かける2を受け継いだら、なんかとんでもないメンタル強者が生まれた。祖父と父の愛嬌は引き継がなかったのか。少年時代やってたろ。今の全能環境でそんなことナルトや港もできるか。港は忍界が滅ぶ瀬戸際で卑劣がつぼりそうな名前術次々考えてるから、仲間だった奴が敵になる環境だとね。戦争は敵がはっきりしてるけど逆転世界では味方だった奴手を出せんからな。敵に向けた見つきでも傷つけず戦意喪失させるしかなったからな。港もかつての部下の帯人が敵になったな。あれよく冷静に判断して行動できると思う。状況全然違うだろ。才能に見合っただけの試練を超えてきてる。ナルトとサスケの子供だもんな。むしろ全能環境だとナルトと港は闇落ちしそう。星のチャクラとかどうやって認識したんだろう。両親の血はどっちかといえばひまわりに継がれてるんだよね。玉眼とか九尾とか渦巻きのチャクラも日向の玉眼もないし、両親とも不器用なのにめちゃくちゃ器用なあたり、ボルトの才能は覚醒遺伝なんだろうなって感じがする。片手とはいえ縁結ぶ必要があるボルトでさえめちゃくちゃ強いの見ると、縁なしでぴょんぴょん飛ぶ港がやっぱり規格外だなって。ボルトもちゃんと平井真習得ってたら同じレベルまでいけたのかもしれんが、ちょい前まで高度に歯が立たなかったはずなのに、あれから少ししか経ってたないのに一方的にボコボコにして制殺与奪を握れるレベルまで強くなってるの努力家すぎる。因なしでやる方法港しかわからんからな。本当に最初の頃だけやんちゃしてたやつ。タイプとしてはおじいちゃんにだよね。天才は妹の方。ボルトがいろいろできる器用さの才能だとしたら、ひまわりは血筋の得意体質全部乗せみたいな才能だよね。インってチャクラコントロールのサポート的な面があるから。インなしで平井真できる卑劣様と港はチャクラコントロール能力が異常だということになる。卑劣はともかく螺旋岩とか戦術できる港はそこ疑う余地ないな。
父ちゃんは好きだけどそれはそれとしてサスケにだいぶ脳を焼かれた男。子供の頃からサスケさんみたいになりてえって言ってた男だから。そんなに赤腕ライツ界の忍者がかっこいいってばよ。影から里を支える孤高の強者とかかっこよすぎるってばさ。サスケおじちゃんや師匠って呼び方がつい最近まで続いてたところから、本当にサスケに抱いてたのがわかるのが良い。ナルトは多重分身で経験値ブーストしたけど、ボルトは単体でここまで上げ切ったしな。俺ってもしかして天才じゃねってサスケに冗談で言ったら、そうだって断言されるところでダメだった。サスケが言ってるからマジなんだよな。冗談を言ってるような顔をしているか。マジ？でもサスケも割と昔から天才のことは素直に天才と認めるタイプだったよね。メンタル耐えられたのは横のやつのおかげな気もするんだよね。絶望するぞ、もう少しで絶望するぞって横で散々言われたら、散々邪魔してきたやつにうだうだ言われるせいで反骨心が勝手に湧いてくる。ボルトは港寄りなのか。サスケがやられてから果て心こじに指示して疑似飛来神とうずびこ生み出してるから本当に天才すぎる。血筋由来の得意体質は何も発言してなくて、努力とセンスだけでこうなったの天才だよね。才能のある者に過酷な運命をたどらせると化け物が生まれる断層式育成メソッド。叩き上げの優秀忍者なところは突然頭角を現した港に近い。永続デバフかける技とか主人公が覚える技じゃないんだよな。全力うずびこだと相手が消滅する。ナルトも回復不可の技が必殺技なんだ。このミクロサイズの風の葉が全身の細胞を経絡系ごと毒のように破壊する術でサスケを連れ戻すってばよ。手足もぎ取ってでも連れて帰るってばよ。カワキはさあもうちょっとさ、師匠がいないと成長に大幅にデバフがつくのがこの世界だ。本来は優秀な師匠がいるはずだったんだけどね。ボルトが殺したから飛ばしたのはおめえ自身じゃねえか。実力では動機は全然ついてこれてないし、カワキすらだいぶ隠したな気がする。カワキ人の訓練してねえからな。顔はナルトそっくりだけど顔つきが別人なんだよな。ボルト行くぞ。モモ式バリオンモードだってばさ。これ好き。そろそろ果て心こじがなんでボルトと一緒に行動してるかの詳細を知りたい。母ちゃんの血が濃かったおかげだな。というかこんな目にあっても兄弟喧嘩で済ませようとしてるボルトの心根がまっすぐすぎる。ナルトの血だな。モモ式ってどうなるんだろうね。このまま消える。友情のバリオンモード行くってばさ。網折りで良いからさ、主要編で冷やし様か花火から体術習うのみたい。整合性とか全能とかは良い感じにして。愛する父と母と妹に尊敬する死に大切な仲間とふるさとと何より義兄弟。義兄弟のせいで一気にロストしたけど義兄弟は憎まず元気に戦ってる男。ボルトってサスケとナルトのいいとこ取りみたいな感じに見える。パパが7代目と。全能は現実でもなく徳とかでもないから疑問持ったり変だと思うことがまず無理なのがきついよな。なんか物証で疑問持ってるのがいるが、アマドは味方にいちゃダメな。チートすぎる。サスケは事情込みで納得したのはわかるが、本当の意味で頭脳だけでカンパしたシカマルたちは何なんだよ。シカマルもアマドが疑問持つまで何度も違和感説明されても無理だったからな。飛来神で移動が楽になったせいで最近のボルト忙しすぎる。コード来たからこの波行って十尾のところに行ってサラダに話しに来て、また帰って十尾が来たからまたこの波来てでずっと反復横飛びしてる。里の外から来たやつが大恩ある7代目を殺したって認識なのに、娘に頼まれたから里を抜けてフォローするって選択したのすげえな。サスケオロチマルとかカブトとか現在の動向が気になる。しかまるボルトは本当は反落者じゃないのでは。これ何回目だってばさ。全能断り人さんがすぐ上書きしちゃうから、もうあんたに何度も説明したんだってばさ。あいや、しかまるさんよ、地雷やクローンと一緒にいたとはいえ本人のチャクラ量はそうでもないみたいだし、千人モードはなさそう。ナルトと日向帰ってきたら世界バグりだしそう。しかまるずっと雨戸以降株下げてばっかだったけど、ようやくちょっと持ち直したなって。火影を殺して里抜けだなんてとんでもないじゃない。イノの態度的にシカマルの状況はあんまり良くない方向に行きそうな気はする。シカマルの疑心暗鬼な大人になってるのが生々しいなんて気づくんだ。これでもまだ全然強いらしい。デイモンって何なんだってばよ。カワキの強化あるだろうけど何人か犠牲になるんじゃないか。これ強くなるならトゲ玉食べそうだからな。シカマルも完全に納得してるわけじゃないし、まただんだん忘れてく状態なままだ。今のこの葉の人は謎の敵が現れたら反落者ボルトと共闘するぐらいのことはできるんだな。消える螺旋丸という盛り上がりどころにかける必殺技が完全に消えたのが嬉しい。
やっぱらせん眼といえば主人公ならぬ高すぎる殺傷能力が魅力だから永続デバフとかいう殺意高い技に進化したのいいよね。物体は変えられない現実改変でよかった。なんかこの僕の太陽あんまり明るくないな。これに対するボルトかっこよすぎない？やだかっこいい。エイダも全能を完璧にコントロールできてるわけじゃないし、なんかの拍子に心変わりしたら一気に溶けてもおかしくないよな。魅了見てると今のところトップというものではないんじゃないか。また改変し直すしかないと思う。ボルトにも惚れて全能かけ直しそう。カカシ先生は何やってるんだ？三代目みたいに復帰しなよ。それはそうと乾きがしかまるのことをシカさん呼びしてるのはちょっと好き。主要メンバーの改変はされてないからそのままだと思う。皆さんは、ボルトと港を比較すると気づくとある真実についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。